はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルの時間でございます。今日はみんなとね、 LINE ライブでモンストをやっていきたいと思います。モンストはね、ちょうどイザナミゼロが降臨しているので、イザナミゼロに挑戦していきたいなと思ってます。まあ10時までなんでね、いつも最初のトークでね、結構みんなといろんなコミュニケーションを取ってやり取りをしているんですけれども、今日はね、まあ10分15分弱ぐらいで抑えて、みんなと一緒にイザナミゼロをね、回って、でその最後のトークをね、またね、長めにできたらなと今日は思ってますよ。はい。でね、ちょっと最初に皆さんに言わなきゃいけないことがあって、ここにね、ハートをね、押すところ、皆さん、まず LINE の公式アカウントから見てくれてる人は、これライブっていう、ね、アプリなんですけれど、これ生放送を見る専用のアプリで、とってもコメントとか見ながら、コメントをみんなのコメントをこうやって見ながらコメントも打てるし、私の画面も見れるし、そしてここにあるハートで、あれちょっと待って、ログイン、そうなんだ、ここのハートで押すと、いいねみたいな感じでね、私にパワーをね、与えてくれるんでよかったらハートを連打してくれればなと思います。今日はなんかまたハート、前回の放送ではハート5万で歌を歌うっていうやつをやってて、今回どうしよっか、今回も歌歌いたいわ。でも歌好きなんでしょどうしようかな、まあちょっと考えときます。うん、歌歌いたいな、へへ7万いたら告白ってどうしたらいいの。何、好きだよみたいなやつをなんかちょっと演技入れてやればいいのかしらどうだろう。じゃあ7万いったら告白するよ。イザナミゼロのギミック調べるね。ちょっとここにパソコンがあるので調べさせてください。イザナミゼロ多分みんなが今教えてくれてるんだと思うんですが、一応ね、なんか生放送と私のそのラグが30秒間ぐらいあるので、コメントもねちょっとあれなので、マインスイーパー、地雷か、そっか。レイアーマクサだわ、私。レイアーマクサでいきます。クルーさんの、つくよみに、ダルダニャンのユースタスさんに、レイアーマクサのショウさん。はい、このメンツで、行ってきます。そうだね、残した方がいいね、本当にやばい時に SS は。イザナミが闇落ちしたダークサイドに落ちたぞもうスターウォーズばりにダークサイド落ちてるよね。もうね、ダースレイダーさんなのかっていうぐらい。これさ、意外とこのさ、ドクロ倒すの大変じゃない。次もとりあえずドクロ優先でしょ、ね、お、ナイスナイスナイスでございます。待って、なかなかドクロも硬いぞ。ラブライバーアユティさん、スクヨミは次のメンカピンチになったら使おう、ありがとう。ダルダニアンに当たろう、はい。完全闇落ちでしょ、闇落ちわらって言われたけど闇落ちだよこれは。え、ちょっと待って、これやばくない？だってこれどっちも倒せないよ。無理、終わりじゃない？これダメだわ。はい、爆発終了、はい終了、ありがとうございました。これは無理、
今のは無理マジで。だって右行ってても左が倒せないもん。これは、ま、マジ無理ゲーだった。もうすぐハート3枚いく。それはすごい嬉しい。ありがとうハート隊の皆さん。まあでもこれさ反省点も何もないんだよね。今のはしょうがなかったと思うんで、みんななんか別にミスったっていうわけでもないしね。まあドクロのドクロがいけない、次は頑張ろうね。今のはしょうがないね。そうまた次頑張ればいいの。おお箱須賀さん、はい集合しました。はい集合、みんなありがとう、集まってくれたよね。まあ行こっか。最後何しよっかな。諦めてないよ、諦めてはないんだけど難しいなと思って。あ、倒せたぞ。なかなかうまいことはまらないといけないなって思って。服とかどこで買うんですか？洋服はね、いろんなとこで買いますね。でも渋谷が多いかな。渋谷のパルコ好きかも。ああよかった、私のまたあれかと思ったよ。渋谷のパルコとか表参道とか、あとはあとはあい、うわやばい、これまだ知らないよね。 OK 次回回収しよう。ねあと洋服は、まあでも本当いろんなところで買う。もう新宿でも買うし、全然代官山でも買うし、でも今一番本当にかっこいいなって思ってるブランドはもうサンローラン完全にハイブランドなんだけど、サンローランマジでかっこいいと思う。それはちょっとびっくりしちゃった、かっこよくて。あ買えないんですけどね、眺めるだけなんですね。すごいいいなって毎回思います。ハート隊に回復をお願いします。 OK、デホマラー届いたかな、デホマラー届いたかな、私の渾身の。ベホマズンはさ、やっぱり、おー、私ね、はい、うわ、どうしよう。ベホマズンはやっぱ、おわ、あれ？あ、よかった、倒せた。ベホマズンはさ、やっぱり、いっぱい MP 使うからさ、まだ使い時じゃないと思うの。ね？ね？とか言って何の説得だよ。私誰だ？パワーポケさん、尊敬してる人は誰ですか？ね、織田信長とあと曹操です。完全に。もう曹操が大好き、本当に。三国志大好きなんで。かな？です。すごいね、ヒーリングウォールとダメージウォールのこの共存、共存だって、共存。
マジどうしよう、マジどうしよう、もうほぼ立て感気味でいい、闇落ちから救おうぜ、頑張ろうぜ、頑張ろう頑張ろう、よっしゃ燃えてきたぜ。 SS 使わないでここまで来たの逆にすごいね、すごいね、でも私めっちゃいいとこいるじゃん、いやもういっか、倒しきれなかった、ショック、何気にちょっと赤いの倒せるかどうか不安不安、多分大丈夫だと思うけど、 OK、 危なっ、やばい、これまずいやつ、これ SS クラブ、いやー、耐えれる、耐えれるか、ちょっとまずいんじゃない、耐えたい、私は耐えたい、耐えた、耐えたよ、これ SS? SS じゃない、 SS させる、どうだろう、悩むよね、だよね、 SS さすしかないよね、これいけるいけるいける、いった、よっしゃ、やばいやばい、モス2面、あなたの番です、止めて、私の番やだ、ここは入れる、入れた、入れたけど、入れたけど、見よう、にゃー、ドクロ付き、マハムルト、イザナミゼロは最後だ、はい、4ターン以内にバハムルトを倒すこと、マジか、大丈夫か、でもドクロも倒さなきゃいけないわけじゃん、きつない、きつない、きつない、SS 使った方がいいって言われてるのに見れて、見れなかった、ごめん、ダメかも、もう私のせいだった、SS ないから耐えれないってこと、これをね、耐えれないってことね、 SS 使えってことね、やっちゃった、はい、告白して告白して告白してってすごい言ってくれてるから、ちょっと告白するわ、告白するわってなんだよ意味わかんないじゃん、告白するわって何、どういう告白がいい、どういうシチュエーションがいいかな、ストレートに大好きがいい、じゃあ分かった、やるね、じゃあ今日のコーデです。今日のコーデはこれね、可愛いんだよ。この手みたいな、逆だけど、
しかもちゃんとこうやってついてて、こういうのが。で、下はちょっと淡い色の宇宙柄のねスカートなんだよ。こんな感じですね。はい。はい。こんな感じでした。はい。じゃあ、ね、今週もね、みんなのおかげでね、楽しくいろんな会話ができて、イザナミゼロは倒せなかったんですけど、まあ、ボスをね、見れたんでよかったなと思います。次回こそはね、ダークサイドから救いたいなと思います。勇者まみちゃん、頑張ります。はい。そのわけで来週は、1週間後なので、多分2月6日の日曜日21時から、またね、まみちゃんと一緒に楽しくね、やれたらなと思うので、ぜひまたご視聴いただければなと思っております。はい。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。